さて今回の問題、紙を折って折って重なった部分の面積を求めるという非常に面倒くさそうな問題なんですけれども、ちゃんと条件整理をし、求めれる場所ですね、それをちゃんと求めていくと自然と答えが出てくるという非常に面白い問題になっています。後半の方ではこの折りを使った立体図形の問題についても解説していきますので、ぜひ最後まで動画のご視聴よろしくお願いいたします。では問題の内容を確認していきますね。一辺12センチの正方形の紙を中点中点を通る線で折り曲げた。中点頂点を通る線で折り曲げた。重なった部分ですね。四角形になってますけれども、この面積を求めなさいっていう問題です。まずね、この形です。どんな形かっていうのを確認していかないといけないんですけれども、直角三角形型のね、合同っていうのを分かっていれば、ここ真ん中で線を引いて、ここ90度、ここ90度で、この長さが6センチ、この長さが6センチだから、これとこれ合同っていう風に言えるんですけども、この形自体ですね、ここで見るとややこしいんで、一辺この正方形とこの直角を使った図形ですね、これに分けて書いてみます。正方形ですね。この正方形に、ここが直角になるような図形。できればね、分かりやすいようにっていうことで、この正方形と同じ正方形。こんな正方形書いてみます。そうすると、同じ大きさの正方形をこの角を中心にぐっと回したとき、この重なってる図形ってどんな図形ですかっていう問題ですね。まだこの面積を求めるような問題も出てきたりとかしますけれども、角度を考えると、こことここ足して90度ですね。で、こことここ足して90度ですね。ですから、この角度とこの角度一緒で、この線で分けてあげると、この図形自体が線対称な図形になってて、こっち側とこっち側全く同じ図形になってるんですね。この三角形に関しても同じ形、合同だっていうことが言えますね。ですから、今この面積を求めなさいって言われてますけども、これ一つ分を求めて2倍してやればいいと。で、ここからね、この一つ分を求めるのにいろんな方法が考えられると思います。直角三角形を折り曲げてるんで、対応する点を結んで直角三角形型の相乗を使ったりとか、まあ、1対2の角なんで、その2倍だなっていうことを考えてやっていく方法もあるんですけど、全くね、そういうのは知識がないような状態ですね。これとこれが合同っていうのが分かった時点で、この問題っていうのは、6年生じゃなくて5年生、4年生でも解ける問題になってしまいます。どういうことかっていうと、最初にも言いましたけども、求めれる図形ですね。求めれる形の部分ってどこですかと。この形の中で、面積が実際に求めれる部分っていうのを考えています。そうすると、長さが分かっているのは6センチ、ここですよね。で、さらに、6センチに対して、ここの長さですね。この長さが6センチですよね。どういうことを言いたいかっていうと、この三角形考えてほしいんですよね。底辺が6センチで高さが6センチの三角形なんですね。この中で求まる部分ですね。ちゃんと面積が求めれる部分ってこの面積になるんです。じゃあ、ここが面積求まる、残ってる部分、ここですよね。ここも引けばいいんですけど、この三角形の面積、今考えるときによく考えたら、この三角形、この三角形、比べてください。ここ底辺共通ですよね。こいつは高さ6センチです。ここ底辺で高さ6センチですね。ってことは、この三角形の面積と、この三角形の面積一緒じゃないですか。これとこれの合同だったっていうことで、これ星2つ分の面積を求めてやればいいことになるんですよね。星3つ分の面積っていうのは、6センチ、12センチの直角三角形から、赤で斜線を引いた部分の三角形の面積。これを引いた分になるんですよね。じゃあ、これを引いて星3つ分の面積求めて3分の2倍してやればいいな。これ実は直接求めていくんじゃなくて、この三角形を全体と見て、いらない部分を引いて、で、そうしてその3分の2っていう風にしてやれば求めれる図形だったんですよね。じゃあ実際に計算していきましょう。まず直角三角形の面積ですね。ここが6センチで、ここ12センチですから、6×12÷2 です。引く、この三角形ですね。6×6÷2。そうすると、
36から18引いて18。これが星3つ分です。求めたい部分っていうのは星2つ分だから、これの3分の2ですね。18かける3分の2っていうことで、12平方センチメートル。こういう風に出すことができます。なかなかね、気づくの難しいかもしれませんけれども、やってること自体は、求めれる部分、求めてみたら残った部分考えたら、あ、答えの、2分の3倍、2個に対して3つ分だったっていうことに気づきましたよっていうことです。だからね、まずはね、求めれる部分、わかる部分を求めていくっていうのは非常に大事っていうことがわかりますね。さて、この形を使った立体図形の問題なんですけれども、大阪成功の問題でしたかね。この形で、大阪成功の場合はもっと不審です。この線がなかったです。この線なしで、この三角形をくっと回転させます。この三角形を回転させます。この頂点同士が重なり合った部分は、床から何センチの点ですかと、こういう問題でした。で、もちろんね、これかなり不親切です。ここしか書いてないわけですから、元の正方形が書いてある図形だけでも、これだけでもまだ不親切ですよね。もう一つ線書いてあった、よく見る形の図形になってきます。この線です。これを折り曲げて、これを折り曲げて、さらにこれを折り曲げてできる立体を考えたときに、ここを底面とした時の高さは何センチですかっていう問題ですね。で、これがどんな立体ができるか。もちろん中学受験では品質です。もうほとんどね、どの参考書にも載ってるような問題になってます。塾によってはこの形をひふみちゃんとかって言いまして、これ面積の比のことで言ってます。ここの面積が1対2対2対3になってるような形ですねっていうふうに意識して覚えなさいみたいな問題も出てくることがあります。さあ、じゃあこれを組み合わせできる立体ってどんな立体かな？ここ直角ですよね。ここ直角ですよね。ここ直角ですよね。直角、直角、直角が組み合わさってできる形です。先っちょがとんがってる形になるから、これ三角錐が出来上がるんですね。で、この展開図を机の上に置いて、まあ、斜めから見た図だと思ってもらったらいいです。これが起き上がってきて、これが起き上がってきて、これが起き上がってきて、ここら辺で、点が一致しますよね。で、まあ、こんな形の三角錐になるんだけれども、これだけを見てね、ここは直角直角直角だからっていう形で、じゃあこいつの体積が分かって、底面積が分かってっていうのはなかなか無理だと思うんですよね。で、この形はどういう風な立体の展開図かっていうのを意識する必要があります。で、直角直角直角が集まってるわけだから、これ立方体の中に組み込んだ図形っていう形で書いてもらえたらいいかなと思います。さあ、立方体を書いてみました。どの角も直角が3つ集まってできる角ですよね。じゃあ、これを組み合わせてできるような立体っていうのは、この一つの角、この一つの角をここの角に持ってきたような立体で、長さが1対1ですよね。で、ここ1対2、こうなるような図形になってます。つまり、こんな三角錐だっていう風に考えてもらったらいいですね。これを組み合わせできる立体っていうのは、この立方体の中点ですね。6センチ、こっちも6センチ、12センチ。ここに三角錐ができるように切り取ってできる立体だと覚えてもらったらいいです。逆にこいつの展開図書いた時は、この展開図になると、こういう風に考えてもらったらいいです。じゃあ、この三角錐ですよね。これの高さ何センチなんですかっていうと、ここを底面と見たとき、6センチ、6センチの直角二等辺三角形を底辺と見たとき、高さ12センチですよね。ところが、問題はここを底辺としたときの高さ何センチですかってことを聞いてます。で、これ睨んでもらったらわかると思いますけど、ここの底面ってこれですよね。底面を1としたとき、高さが12センチになってるんですね。底面をここ1とした時、高さが12です。
じゃあここ底面3ですよね。3倍の大きさの底面にしてるわけですよね。そうすると高さっていうのは大して変わらないわけですから、高さは3分の1になります。っていうことは、ここを底面としたときにできる立体の高さは12センチの3分の1ですね。4センチメートル。こういう風になりますね。この問題はね、かなり昔から、僕が一番最初に見たのは30年ぐらい前の問題で見たことあります。岡山中学校か岡山博陵かの問題だったと思いますけど、最初出てきたときはね、それは塾の先生とかも、この問題どないして解くんだろうって悩みましたけど、これ毎年のようにいろんなところで出てきてます。斜めに切った、こういうふうに立体を斜めに切った部分の面積っていうのは、長方形以外では、ほぼこれが9割以上この形、もしくはこの形の派生の図形になってます。だからね、絶対にこういう形はこうなるんだっていうふうに、ここの形とここの形対応させて覚えてもらっておくっていうことが非常に大切です。試験中でね、初めて見てこの問題できましたってことはまあないと思います。事前にね、このパターンであるとか、また立体の授業をするときに、またこういう問題も解いていきますけれども、こういうふうに切った形ですね。こういうふうに等脚台形になったときの形とか、こういう形の面積であったりとかして、いろんな派生パターンが出てきます。まずは例題としてこれを頭の中に叩き込んでおいてください。